ちは。はい、コアードはど真ん中夏祭りにお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たち秋田書店ヤングチャンピオンから発掘されたアイドルユニット、ヤンチャン学園名古屋です。よろしくお願いします。はい、まずは一人ずつ自己紹介させてください。はい、紫色担当のアイディです。はい、ピンク色担当青木あきらです。はい、緑色担当金城しおりです。はい、オレンジ色担当辻元ひなです。はい、黄色担当レモンあゆです。今日も一日頑張れます。ありがとうございます。はい、今日は写真撮影と動画撮影どっちも OK なので、皆さんどんどん撮っていってくださいと、 SNS に上げるのも大丈夫ですので、皆さんどんどん載せてください。はい、はい、OK なのでね、皆さん最高の夏祭り、もうね8月31日なんで、8月最後のそうだね、ラスト、そう、最高の思い出にしましょう。イエーイ。はい、ということでね、じゃあもう早速、カメラいっぱいいて緊張するわ。それな、ね、みんなちゃんとステージも見てね、カメラに集中する。だんだんそれだよ。それでは、あ、ここか、それでは、なんて言ったらいい、盛り上がっていきましょう。それでは盛り上がっていきましょう。聞いてください、恋花火。君はちゃんと包むように鳴り寄せた。いい
髪を下ろして唇にグロス全部調べた君好みをなどこでもに合わない私じゃないいるのは仕方ない慣れないことはすべきじゃなかったかな勇気出せI'm not afraid to die.
しいだけの期待。好きな人はまだいないらしい。脳内シミュレーション、ぶっかけにつくと背中合わせ、もし文芸に拒否られたらもうマジでダメージを大きすぎるよ。それだそれだそれだ、もし違う自分だったらもっと受けてたなら、もっと偉い人物man。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。そう、 X ホールの最寄りはなんだ、大須観音駅か、大須観音駅か矢場町上前津かな、上前津か上前津。明日のバーサス東海ホールの最寄り駅は伏見駅です。鶴舞線と東山線だね。なんかさ、伏見っていう文字多かったよね。うん、ここ伏見なんかな。伏見なんか伏見、え、じゃあ伏見アキラ言っとらんかったっけ。なんかね、伏見だったさっきね。だよね。ね、だからここじゃないんですけど、違う伏見であるので、ね、ぜひ遊びに来てください。はい、はい、そしてこの後ははい、先行物販がそちらの方でありますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、それではこの後も